見投げ救助業、菊池菅。ものの本によると、京都にも昔から自殺者はかなり多かった。都はいつの時代でも田舎よりも生存競争が激しい。生活に耐えきれぬ不幸が襲ってくると思い切って死ぬものが多かった。落中、落外に激しい飢饉などがあって、親兄弟に離れ、 可愛い妻子を失うた者は、ようはかなんで自殺した。地獄に漏れた腹立ち紛れや、義理に迫っての死や、恋の叶わぬ絶望からの死。数えてみれば、再現がない。まして、徳川時代には、会いたい死に、など言うて、一時に二人ずつ死ぬことさえあった。自殺をするに、最も勘弁な方法は、まず、 身を投げることであるらしい。これは統計学者の自殺者表などを見ないでも、少し自殺ということを真面目に考えたものには気のつくことである。ところが、京都には良い身投げ場所がなかった。無論、鴨川では死ねない。深いところでも三尺ぐらいしかない。だから、お春伝兵衛は鳥部山で死んでいる。大抵は、くびれて死ぬ。 ひ車に引かれるなどということも無論なかった。しかし、どうしても身を投げたいものは清水の舞台から身を投げた。清水の舞台から飛んだ木でという文句があるのだから、この事実に誤りはない。しかし、下の谷間の岩にあたって砕けている死体を見たり、またその噂を聞くと、模倣好きな人間も二の足を踏む。 どうしても推進をしたい者は、おはんちょう長も門のように、桂川までたどって行くか、大阪山を越え、琵琶湖へ出るか、佐賀の広沢の池へ行くよりほかに仕方がなかった。しかし、死ぬ前のしばらくを十分に協楽しようという真も者などには、この長い道程もあまり苦にはならなかっただろうが、一時も早く、 世の中を逃れたい人たちには、二里も三里も歩く余裕はなかった。それで大抵は首をくくった。正午院の森だとか、ただすの森などには、いの実を拾う子供が、宙にぶら下がっている死体を見て驚くことが多かった。それでも、今日の人間は、たくさん自殺をしてきた。すべての自由を奪われた者にも、 自殺の自由だけは残されている。牢屋にいる人間でも自殺だけはできる。両手両足を縛られていても極度の国旗を持って息をしないことによって自殺だけはできる。ともかく京都に良き見投げ場所のなかったことは事実である。しかし人々はこの不便を忍んで 自殺をしてきたのである。適当な見投げ場所のないために、自殺者の比例が江戸や大阪などに比べて小であったとは思われない。明治になって、牧村京都府知事が、疎水工事を起こして、琵琶湖の水を京に引いてきた。この工事は、京都の市民に良き水運を備え、良き水道を備えるとともに、 またたげ場所を与えることであっ疎水は幅実験ぐらいではあるが自殺の場所としてはかなり良いところであるどんな人でも深い海の底などでふわふわして魚などにつつかれている自分の死体のことを考えてみるとあまりいい心持ちはしないたとえ死んでも適当な時間に見つけ出されて 弔いをしてもらいたい心がある。それには疎水は絶好な場所である。桂上げから二条を通って、鴨川のへりを伝い、伏見へ流れ落ちるのであるが、どこでも一条ぐらい深さがあり、水がきれいである。それに、両岸に柳が植えられて、夜は青いガスの光が煙っている。ポント町あたりの玄関の声が、 鴨川を渡って聞こえてくる。後ろには東山が静かに横たわっている。雨の降った晩などは両岸の青や暮の火が水に映る。自殺者の心にこの美しい夜の掘割りの景色が一種のロマンスを引き起こして死ぬのがあまり恐ろしいと思われぬようになり、 ふらふらと飛び込んでしまうことが多かった。しかし、体の重さを自分で引き受けて、水面に飛び降りる刹那には、どんなに覚悟をした自殺者でも悲鳴を上げる。これは本能的に生をしたい死を恐れる埋めきである。しかしもうどうすることもできない。水煙を立てて沈んでから、皆一度は浮き上がる。その時には、 助かろうとする本能の心より他何もない。手当たり次第に水を掴む、水を打つ、あえぐ、埋めく、もがく。そのうちに弱って意識を失って死んでいくが、もしこの時、救助者が縄でも投げ込むと、大抵はそれを掴む。これを掴む時には、投身する前の覚悟も、助けられた後の後悔も心には浮かばない。 ただ、生きようとする強き本能があるだけである。自殺者が救助を求めたり、縄を掴んだりする矛盾を笑うてはいけない。ともかく、京都にいい見投げ場所ができてから、自殺をする者は大抵、疎水に身を投げた。疎水の一年の変死の数は、多い時には百名を越したことさえある。 疎水の流域の中で最も良き死に場所は、武徳天のつい近くにある寂しい木造の橋である。インクラインのそばを走り下った水星は、なお余生を保って岡崎公園を回って流れる。そして公園と別れようとするところに、この橋がある。右手には平安神宮の森に寂しくガスが輝いている。 左手には寂しい遠しめた家が並んでいる。従って人通りがあまりない。それでこの橋の欄干から飛び込む闘身者が多い。岸から飛び込むよりも橋からの方が闘身者の心に潜在している芝居芸を満足せしむるものと見える。ところがこの橋から四五軒くらいの下流に 疎水に沿って一軒の小屋がある。そして橋から誰かが身を投げると、必ずこの家から決まって背の低い老婆が飛び出してくる。橋からの闘神が十二時より前の場合は大抵変わりがない。老婆は必ず長い竿を持っている。そしてその竿をうめき声を目当てに突き出すのである。多くは手応えがある。 もしない場合には、水音とうめき声を追いかけながら、幾度も幾度も突き出すのである。それでもついに手応えなしに流れ下ってしまうこともあるが、大抵は竿に手応えがある。それを手繰り寄せる頃には、山頂ばかりの交番へ使いに行くぐらいの好意のある男が、きっと矢印馬の中に混ざっている。冬であれば火を焚くが、 夏は割合に手軽で水を吐かせて体を拭いてやると大抵は元気を回復し警察へ行く場合が多い巡査が二言三と不心得を諭すと口ごもりながら詫び事を言うのを常としたこうして人命を助けた場合には一月ぐらい経って政府から法上に添えて 一円五十銭ぐらいの賞金が下った。老婆はこれを受け取ると、まず神棚に備えて手を二三度叩いた後、郵便局へ預けに行く。老婆は第四回内国博覧会が岡崎公園に開かれた時、今の場所に小さい茶店を開いた。駄菓子やみかんを売るささやかな店であったが、相当に見入りもあったので、 博覧会の建物がだんだん取り払われた後もそのままで商売を続けた。これが第四回博覧会の唯一の記念物だと言えば言える。老婆は死んだ夫の残した娘と二人で暮らしてきた。小金が溜まるに従って小屋が今のような小綺麗な住居に進んでいる。 最初に橋から逃身者があった時、老婆はどうすることもできなかった。大声を上げて叫んでも滅多に来る人がなかった。運よく人の来るときには、逃身者は疎水のかなり激しい水に巻き込まれて行方不明になっていた。こんな場合には老婆は暗い水面を見つめながら、かすかに念仏を唱えた。 しかし、こうして老婆の見聞きする自殺者は一人や二人ではなかった。二月に一度、多い時には一月に二度も、老婆は自殺者の悲鳴を聞いた。それが地獄にいる猛者のうめきのようで、気の弱い老婆にはどうしても耐えられなかった。とうとう老婆は、 自分で助けてみる気になった。よほどの勇気と工夫とで、老婆が物干しの竿を使って助けたのは、二十三になる男であった。主家の金を五十円ばかり使い込んだ申し訳なさに死のうとした、昇進者であった。巡査に不心得を悟されると、この男は、 改心をして働くと言った。それから一月ばかり経って彼女は府長から呼び出されて褒美の金をもらったのである。その時の一円五十銭は老婆には大金であった。彼女はよくよく考えた末、その頃やや盛んになりかけた郵便貯金に預け入れた。 それから後というものは、老婆は懸命に人を救った。そして救い方がだんだん上手くなった。水音と悲鳴とを聞くと、老婆は急に身を起こして裏へ駆け出した。そこに立てかけてある竿を取り上げて、漁夫が鉾で声でもつくような構えで水面を睨んで立って、あがいている自殺者の前に竿を巧みに差し出した。 竿が目の前に来た時に取り付かない等身者は一人もないと言ってよかった。それを老婆は懸命に引き上げた。通りがかりの男が手伝ったりするときには老婆は不況であった。自分の特権を侵害されたような心持ちがしたからである。老婆はこのようにして四十三の年から五十八の今までに、 五十いくつかの人命を救うている。だから、報酬の場合の手続きなどもすこぶる簡単になって、一周で金が下るようになった。成長の役人は、おばあさんまたやったな、と笑いながら金を渡した。老婆も初めのように感激もしないで、茶店の客から大福の代をもらうように、大きに、と言いながら受け取った。 世間の景気が良くて、二月も三月も投身者のない時には、老婆はなんだか物足らなかった。娘に浴衣地をせびられた時などにも、老婆は今度一円五十銭もろうたらと言っていた。その時は六月の末で、いつもならば投身者の多い時であるのに、どうしたのか飛び込む人がいなかった。 老婆は毎晩娘と枕を並べながら聞き耳を立てていた。それで十二時頃にもなっていよいよダメだと思うと、今夜もあかんと言うて目を閉じることなどもあった。老婆は等身者を助けることを非常にいいことだと思っている。だからよく店の客などと話している時にも、 私でもこれで人さんの命をよっぽど助けているさか極楽へ行かれますわ、と言うていた。無論そのことを誰も打ち消しはしなかった。しかし、老婆が不満に思うことがただ一つあった。それは助けてやった人たちがあまり老婆に礼を言わないことである。巡査の前では頭を下げているが、 老婆に改めて礼を言うものはほとんどなかった。まして後日改めて礼を言いに来る者などは一人もない。せっかく命を助けてやったのに白状な人だな、と老婆は腹の内で思っていた。あるよ、老婆は十八になる娘を救うたことがある。娘は正気がついて自分が救われたことを知ると、 身も世もないように泣きしきった。やっと巡査に透かされて警察へ同行しようとして橋を渡ろうとしたとき、娘は巡査の隙を見て再び水中に身を踊らせた。しかし、娘は不思議にもまた老婆の差し出す竿に取りすがって救われた。老婆は再度巡査に連れられて行く娘の後ろ姿を見ながら、 何べん飛び込んでもやっぱり助かりたいものやな、と言うた。老婆は六十近くになっても水音と悲鳴等を聞くと必ず竿を差し出した。そしてまたその竿に取りすがることを拒んだ自殺者は一人もなかった。助かりたいから取りつくのだと老婆は思っていた。 助かりたいものを助けるのだから、これほどいいことはないと、老婆は思っていた。今年の春になって、老婆の十数年来の平静な生活を、一つの危機が襲った。それは、二十一になる娘の身の上からである。娘はやや下品な顔立ちではあったが、色白で愛嬌があった。老婆は、 当園の親類の次男が長兵から帰ったら、養子にもらって、貯金の三百幾円を元手として、店を大きくするはずであった。これが老婆の望みであり、楽しみであった。ところが、娘は母の望みを見事に裏切ってしまった。彼女は、熊野通り二条下がるにある、熊野座という小さい小屋に、 今年の2月から打ち続けている嵐千太郎という旅役者とありふれた関係に落ちていた千太郎は巧みに娘をそそのかし母の貯金の通帳を持ち出させて郵便局から金を引き出し娘を連れたままいずこともなく逃げてしまった老婆には驚愕と絶望とのほか 何も残っていなかった。ただ店にある五円にも足りない商品と少しの衣類としかなかった。それでも今までの茶店を続けていけば生きていかれないことはなかった。しかし彼女には何の望みもなかった。二月もの間、娘の消息を待ったが、とろうであった。 彼女にはもう生きていく力がなくなっていた。彼女は死を考えた。幾晩も幾晩も考えた末に、身を投げようと決心した。そして耐え難い絶望の思いを逃れ、一つには娘の見せしめにしようと思った。身投げの場所は住み慣れた家の近くの橋を選んだ。 あそこから投申すれば、もう誰も邪魔する人はなかろうと、老婆は考えたのである。老婆はある晩、霊の橋の上に立った。自分が救った自殺者の顔が、それからそれと頭に浮かんで、しかも全てが一種妙な皮肉な笑いをた,たえているように思われた。しかし、多くの自殺者を見ていたおかげには、 自殺をすることが過剰左半のように思われて大した恐怖をも感じなかった老婆はふらふらとしたまま欄干からずり落ちるように身を投げた彼女がふと正気づいた時には彼女の周囲には巡査とやじ馬とが立っているこれはいつも彼女が作る集団と同じであるがただ彼女の取る位置が変わっているだけである 野じ馬の中には、巡査のそばに、いつもの老婆がいないのを不思議に思うものさえあった。老婆は、恥ずかしいような、生きろしいような、名状しがたき不愉快さをもって、周囲を見た。ところが、巡査のそばの、いつも自分が立つべき位置に、色の黒い四重男がいた。老婆は、その男が、 自分を助けたのだと気のついたとき、彼女はつかみつきたいほどその男を恨んだ。いい心持ちに寝入ろうとするのを叩き起こされたようなむしゃくしゃした激しい怒りが老婆の胸の内に満ちていた。男はそんなことを少しも気づかないように、もう一足遅かったら死なしてしまうところでした。と巡査に話している。 それは、老婆が幾度も巡査に行った覚えのある言葉であった。そのうちには、人の命を救った自慢がありありと溢れていた。老婆は、老いた肌が、見物にあらわに見られていたのに気がつくと、慌てて前をかき合わせたが、胸の内は、怒りと恥とで、燃えているようであった。見知り腰の巡査は、 助ける側のお前が自分でやったら困るな、と言うた。老婆はそれを聞き流して、逃げるように自分の家へ駆け込んだ。巡査は後から入ってきて、老婆の不心得を悟したが、それはもう幾十遍も聞き飽きた言葉であった。その時、ふと気がつくと、開けたままの表戸から、霊の四十男をはじめ、多くの矢じ馬が、 物珍しく覗いていた。老婆は狂気のように駆け寄って激しい勢いで戸を閉めた。老婆はそれ以来寂しく力なく暮らしている。彼女には自殺する力さえなくなってしまった。娘は帰りそうにもない。泥のように重苦しい日が続いてゆく。老婆の家の瀬戸には まだあの長い物干し竿が立てかけてある。しかしあの橋から飛び込む自殺者が助かった噂はもう聞かなくなった。